和彦、おはよう。朝ごはんここに置いとくね。ねえ、今日めっちゃいい天気だよ。ねえねえ、太陽見てみなよ。気持ち変わるかもしれないよ。お姉ちゃんとさ、一緒じゃなくてもいいから、外に出てみたら？パチンコ屋もいいじゃん。最近さ、近くにできたんだよね。土日なんてさ、超行列で。じゃあ、仕事行ってくるね。お昼ご飯チンしてよ。絵に描いたようなお天気日和ですね。あれ？お天気日和で合ってましたっけ？え？あ、もう嫌だなぁ、もう。おバカ扱いしないでくださいよ。じゃあ逆に何て言うんですか？ほら、もう向田さんもわかんないじゃないですか。ねえ、見て見て、向田さん。ほら、可愛くないですか？わあ、可愛い。ちょっと時間ください。ちょっと待っててもらえます？やっぱいいわ。こういうのがいいんですよね。え？うまいって？川崎のピカソって私呼ばれてたんで。ネギアス。はい、来た、ネギ安っ。やっぱここまで来てよかったじゃないですか、瀬能さん。ね？は？30円ごときで300メートルも歩かないって？ちょ、それは絶対言っちゃダメですよ。ネギに謝ってください。いや、遅いって。申し訳ありません。申し訳ないってさ。ね、毎回言ってるけどさ、こっちは数分や数秒単位で動いてるわけよ。1秒たりとも無駄にしたくないわけよ。だから代行頼んでんのにさ。もう。瀬能さん。最近いつ太陽見ました？毎日見てるよ、そんなもん。え、じゃなくて、最近いつちゃんと感じたかです。感じねえよ、太陽なんて。では地図置いておきますね。幸田です。もう遅いですって。これなら自分で言っても一緒じゃないですか。時間やりくりしたくて代行頼んでるんでしょ。申し訳ありません。いいから早く帰ってください。お父さん、挨拶いいですか？好きにして。お邪魔します。向田さん、遅くなりました。これ、今日の地図です。じゃーん。あそこの河川敷にこういう小さい可愛い花がたくさん咲いてたんですよ。だからほら、スケッチしちゃいました。どうです？え？うまいって？そうですよね。私うまいんですよね。私川崎のピカソって呼ばれてたんで。それやめてくんない？どうせ聞こえてないんだから。嫌味にしか聞こえないんだよね。ただいま。いやー、疲れた疲れた。これ、今日の地図ね。ねえ、その花の名前なんだかわかる？お母さんが好きな花だったと思うんだよね。今日河川敷で見つけたんだけど、覚えてない？夕飯作ろっか。ちょっと待っててね。
この花は、雨が降らないと咲かないんだって。俺もそうなのかなって、ずっと思ってた。いつからそんなこと考えてたの？お姉ちゃん。ん？パチンコやって、駅の何口？南口。